三菱航空機が愛知を拠点に開発を続けていた国産ジェット旅客機 MRJ。 ただその計画は6度にわたって延期を重ね、2019年にはスペースジェットに名称を変更、再起を図りましたが、2023年2月ついに開発中止の判断に至りましたこと、大変残念であります。理由は機体の安全性に関するお墨付き、型式証明が取得できなかったためでした。型式証明を取るにはその機体を飛ばす国ごとに審査を受けなければなりません。日本の型式証明を発行するのは国土交通省です。国土交通省航空機技術審査センターの所長清水哲さんは、2021年から計画中止までのおよそ2年スペースジェットの審査を担当していました。型式証明はその設計が安全である、あるいは環境適合性を満たしているということが全て適合したということを確認できないと型式証明出せませんので、日本の型式証明を取得するには操縦性、主翼などの構造、電気系統の伝送など合わせて9つの分野で審査を受け、それに全て合格しなくてはいけません。ただスペースジェットの場合、三菱航空機から国土交通省にある申し出があったといいます。国土交通省航空局が設計国、それが製造国の政府として当局としてですね、その機体がスペースジェットが安全であり、かつ環境適合性を持っているということをまず一義的に証明する責任を負っています。でその上でスペースジェットの場合にはアメリカに輸出するということを三菱さんお考えでしたので、合わせてそのアメリカの航空当局である FAA に対しても型式証明の申請をしていたと。一般的にはまず製造国の日本が安全を確認し型式証明を発行、その上で輸出先のアメリカに型式証明を申請します。仮にこの時アメリカ側から機体の設計変更を求められれば対応しなければなりません。このため三菱航空機は日本とアメリカの両国で並行して審査を受け、まとめて両国の型式証明を取得しようと考えたのです。2016年、アメリカワシントン州モーゼスレイクの飛行場に MRJ の試作機が運ばれました。ここで三菱航空機は型式証明取得のためのさまざまな試験を重ねました。ところが審査の現場は最後の最後まで混乱が続いていたと清水さんは話します。国交省としても型式証明は出せないレベルだったってことですか？その判断ができるところまではまだ行ってない、そこまで審査なり開発が進んでない状況ですから。何号目ぐらいまで試験に、途中で試験にフェイルすればまた設計にフィードバックしますので、そこでまた文書の数がわーっと増えますよね。だ何号目っていうのはちょっと一概には、だ少なくとも10号目には達していないと。清水さんが担当していた2021年の段階でもなおその状態、型式証明の審査とはどのようなものだったのか。こちらは国土交通省の耐空性審査要領の一部第3章の強度の項目には次のような記載があります。構造は周極荷重に対して少なくとも3秒間は破壊することなく耐えるものか、または負荷の実際の状態に模した動的試験によって十分な強度が証明されるものでなければならない。つまり周極荷重、飛行中の機体にかかる最大値の 1.5 倍の荷重を加えても3秒以上耐えられることを証明しなければならないという意味です。ただその証明の方法は示されていません。我々からここの部分はこれではダメですと言ったときに、我々が想定している内容じゃない直し方をしてくることというのは当然ございます。三菱航空機とのやり取りの中で知見がなかったということは、そういうふうに感じる部分というのは正直あったんですか？あまり持ち上げるとその審査の個別の話になってしまうので、そこはここには申し上げられませんけれども、そうですね、
ですね。やっぱりそれで手戻りが起こってしまったというふうに、ちょっと思い当たる節はありますね。三菱重工が国土交通省に型式証明の申請をしたのは2007年。そこから2023年までの16年間に6度にわたって機体の大幅な設計変更が行われました。しかしそれでも型式証明は手に入りませんでした。それが現実でした。事業性が見出せなくなったという説明をされてますよね。続けていれば取れたんだろうと思いますけどね。それは個人的には